今日はね、この後僕が働いてる、ここ僕が働いてるグランピング施設なんですけど、そこにね、12月にオープン予定の、今プレオープンしてるんですけど、アウトドアサウナに、ちょっとプレ体験ということで体験しに行きます。めちゃめちゃいいサウナなので、ちょっと皆さんぜひね、楽しみにしていただけると嬉しいなと思ってます。今日はグランピング施設から配信中でございます。皆さんね、ぜひよかったらお気軽にコメントお待ちしてます。ちょっと風が強くてね、今日風が強くて大変なんですが、この後グランピング皆さんに、あ、ごめんなさい、ちょっと間違ってボタン押しちゃった。皆さんに今からアウトドアサウナ、そしてグランピングをちょっとねお見せしたいと思いますのでね、ちょっとぜひぜひ皆さんご期待いただければなと思っております。ただいまグランピング施設から配信中です。皆さんお気軽にコメントお待ちしてます。キャンプやアウトドア、グランピング、サウナなどなどご興味のある方はぜひぜひね、お気軽にコメントください。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっとね、充電が怖いのでちょっと一旦でね、今からちょっとだけ着替えますので、皆さんちょっとだけお待ちくださいね。なんか変なの押しちゃって今一瞬ライブ切れちゃった。さあ皆さん、よかったらぜひお気軽にコメントお待ちしてます。今からアウトドアサウナ、皆さんにアウトドアサウナをお見せします。ちょっと今から着替えますので少しだけ待っててください。お着替え、誰もおっさんのお着替え見たくないと思う。お着替えは見せません。この後皆さんにアウトドアサウナをね、お届けしますよ。アウトドアサウナを。なんかちょっと画像悪いな。やっぱ iPhone でやった方がいいのかな。ねえ、ちゃんも iPhone で付け直してもいい。画像悪くない？なんか、そんなことないかな。いいよ。どうしよう。画像いつもと比べてさ、悪くない？そんなことない？暗いからかな。あんま変わらん。あんま変わらんのやったらいいや。あと充電の減りが、このいつもとさ違うスマホで実は今配信してるんですよ。いいね、ありがとうございます。ちゃんもいいね、ありがとう。ちなみにもう行こう。わかった。ちょっと待ってくださいね。今日風がね、すごい強くて。はい、では。では。ありがとうございます。めっちゃいいねしてくれるやん。めっちゃいいね、ナイス。いいね、ナイス、ありがとうございます。
します。はい、では今からサウナに向かっていきたいと思います。ちなみに僕が今日今泊まってるのがこれ。そしてさ、上にさ、綺麗に突き出てんのよ。これ良くない？これさん、いらっしゃいませ。綺麗じゃないこれ。ちょっとエモいっしょ、エモいっしょこれ。ここがですね、受付です。受付でございます。ここで皆さん宿泊とかあのサウナとか受付していただいて各テントに行ったりします。そしてここ、ね、薪ストーブがあったり、なかなかおしゃれでしょ。なかなかおしゃれでしょ。で、今からサウナの方へ向かっていきます。ちゃんもずっといいねいいねしてくれてる。ありがとう。お、もう 1K まで行ったよ。エモくないこれ。ほら、めちゃめちゃエモくないこれ。ナイス。あ、月にハートミーナイス。でね、ちょっと暗くて見えにくいと思いますけど、あのテントだけじゃなくてこうやってあのドッグラン付きの飛んでったドッグラン付きのコテージがあったりとか、いろいろね、あの宿泊も種類があります。ちなみにここがあのサニタリールームです。サニタリールーム、あのトイレとか自動販売機とかパウダールームとかシャワールームとかあります。ちょっとお客さんいるといけないね。あ、こんな感じ。女性専用のパウダールームがあったり、あとね、今日僕が体験するサウナ、あると残りの専用のロッカーがあったり、あとはパウダールームね、シャワールームに自動販売機、そしてトイレがあります。いいね、ナイス、いいね、ナイス。スノーピークのトレーラーハウス、重箱があったり、いろいろとね、いろいろとありますよ。いや、これ
暗くてよう映らんかもしらん。あ、お願いします。お疲れ様です。お願いします。今日はあの今からサウナに入るんですけど、暗すぎてやっぱうまく映んない。暗すぎてうまく映んない。まあいいや。ちょっと見てください、このエロいエロい水風呂。エロい水風呂見て、このエロい水風呂すごくないこれ。そしてあのジャグジーで、やっぱやばいでしょこれ。エロくないですかこれ。めちゃめちゃエロいっしょ。ほらやばいよねこれ。で一応ねここにあの水分補給用の、わこれも映らんな、映らんな、あのウォーターサーバーがあったり、あとねここウッドデッキもね、夕方だったらめちゃめちゃあの綺麗なんやけど、あの辺にね海が見えてね、やっぱ夜より夕方の方がいいのか。休みの日の夕方にちょっと今度やってみようかなねえしかしこれはエロいのよこれね。えこれは夜の特典、これ夜の特典やばいっしょこれ。あとでちょっと入りますからね。はい、ということで映ってもよかったんですよね。はい、あのこのサウナの支配人をしてくれているあの真っ暗で映らない島田舞さん、よろしくお願いします。はい、あ、じゃあよろしくお願いします。今日はね僕はあのお客さんのつもりであのご案内してもらうようにあのお願いしてますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはサウナに入っていただいて、はい、ご自身のお好きな時間、はい、はい、でそのまま外に出ていただいて、はい、こちらの水風呂と、はい、あとはシャワーですね。後ろに温水シャワーと、はい、水の出るシャワー、映らない、はい、映らない、はい、あるとね、はい、入っていただいて、はい、でも気持ちいいです。外気浴も風が、そうですね今日はね風が強いから、はい、入っていただいて、はい、しっかりポンチョを着ていただいて、はい、デッキの方で整いチェアが4脚あるので休憩していただきます。はい、はい、こちらも映らない。ここもな、多分焚き火してたらね多分映るんやけどな。どうしたら映るかな、こっちから撮ったら映るかな。はい、お風呂。このアウトドアバスの温度は違うんですけど、今日はお湯にしてあります。少し寒いの、美女見たいなって言ってますちょっとだけ顔照らしてください美女はい、あ、そうね、ランタンで照らせば見えるのか美女美女見えないぐらいがちょうどいいですね、はい、いえ何をおっしゃいますやら。はい、ということでじゃあ早速あのサウナの方入ってみましょうか。ちょっとじゃあ、 あのポンチョ脱ぎます。よいしょよいしょ。え、多分ちょっとあのスマホ自体は大丈夫やけど、配信しながらだとやっぱ熱持つからどうかなっていうのはちょっとあるけど、では皆さんお楽しみのサウナへ今から入ります。はーい、おー見てくださいこれ、ほらこの薪ストーブがね、180キロ石を積んである。すごいよねこれね、何度ぐらい？あ、でも全然、あ、美女が見えました美女見えました。80ちょいぐらい、はい、おー、なるほど。はい、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 ちなみに
僕は全然もっと暑くても大丈夫やけど、あのでもそれは全然、はい、大丈夫です。いやー見てくださいよ皆さん、これすごくない、すごくない、おしゃれでしょう。あ、間違えた。ちょっとねこのスマホのね操作方法に慣れてなくてね。ね、あでも全然ことによって空気の入れ替えができるようになってます。すごいね。あとほら枕があるのでここで寝っ転がったりとかもできます。よいしょ、ここにも枕がありますね。いやいいわいいわ、これいいわ。おお、川沿いほうじ茶だそうです、はい、ちょっとじゃあやりますか、一回やってみますか。はい、じゃああのロウリュをしてくれます今から。あの石にああやってゆっくり、なんだアロマとか、今日はなんかほうじ茶、川添茶のほうじ茶らしいですけど、をこう混ぜた水をかけることでね、こう蒸気がわーっと匂いとともに充満して温度が上がるし、匂いが充満してよりリラックスできるということでございます。最初に体感温度グッと上がるんですけど、なるほどなるほど。ちなみにこれは何ですか？これはビヒタと言いまして、はい、これはオークなんですけど、リラックス効果、はい、と殺菌効果があります。はい、はい、ウィスキングって言いますね。ウィスキング、はい、乾燥させたものを今お湯に戻した。ということでございます。めっちゃ汗出てきたよ今。めちゃ暑いですよ、うん、ちょっと見えるかな、見えるかどうかわかんないけど、ほらめちゃめちゃ汗出てきた。めちゃめちゃ汗出てきました。これおすすめはだいたい何分の何分とかあるんですか？基本的には8分から12分ですけど、はい、ここは皆さん長くいられるって言いますね。うん、そう、そんなにね高温じゃないし、うん、なんだろうな、すごく本当にゆっくり入れる、あの高温サウナが苦手な方もゆっくり楽しんでいただけるんじゃないかなという感じのサウナになっております。はい、ちょっとじゃあどうしようかな、なんかそこにさ、枕みたいなのがあってさ、ここちょっと寝転んでね、楽しんでみたり、ね、するのもね、いいんじゃないかなという感じ。フォローありがとうございます。ただいまね、アウトドアサウナ体験中でございます。皆さんね、よかったらぜひお気軽にコメントお待ちしてます。めちゃ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 汗出てきた、めちゃめちゃ汗出てきた。なんかコメ欄盛り上がってるわ、外国人さんで盛り上がってるよね、外国人さんで盛り上がってる。まあね、ポータル置くとね、どうしてもしょうがないんよ。ただほら、こうやってね、外国人さんね、みんなね、ちゃんとね、還元してくれるからね、ありがたい。ちゃんと還元してくれるから。
これすごいでしょ、でもこのサウナナイスっつって、なかなかでしょ、このしたいと思います。よいしょ、持って入りますか。持って入ろうかな。どっちがいいかな。あ、大丈夫ですよ、あのとりあえず。よいしょ、ほらあのあそこに見えるあれあれあれがエロい水風呂、エロい水風呂、ちょっと待ってよ、ほらちょっとエロくないこれ、マジで一気に洞穴減ったな。でこの水風呂のすごいところがですね、あ、説明してもらった方がいいのかな、どうしようかな、僕言っちゃっていいのかな。ちょっとじゃあ一旦入ります。おー冷て、今日これ何度ぐらい設定。これわかるかな、これわかるかな、これね、僕身長が174センチぐらいあるんですけど、今この辺まで水が来てるんですよ。めちゃめちゃ深い。これ 何センチあるんでしたっけ、水深130、水深130あります。こんだけのね水深がある水風呂ってそんなにないです。でこれなんでこういう深さの設定にしたかっていうと、あのちょっとねかがんだだけで頭まで疲れるっていうあの設定にしてあるそうです。あとこの水風呂はあのチラーっていうね、あの水温をあの一定に保ってくれる装置が入ってまして、これもアウトドアサウナでは結構珍しい。これチラーは何度単位で設定できるんですか。 0.5 度、1度。ちょっとねあのごめんなさい、詳しくはあれですけど、あの設定温度に設定するとその温度に保ってくれる機械が入っててですね、これはあのアウトドアサウナであの導入してるところはなかなか少ないです、はい、っていうね、このエロ水風呂すごいよね、これ本当にすごいよね。で水風呂である程度、よいしょ、冷た、本当に冷た。で水風呂で整った後にですね、よいしょよいしょ、このウッドデッキでね、こうあのわかるかな、整いチェアって言って、あのこれあのインフィニティチェアとか言ったりしますけど、あのちょっと体重移動しただけでほぼフラットまであのリクライニングできるね、あのコールマンのアウトドアチェアがあって、あとこの塔かな、塔で編んだあのアウトドアチェアがあるので、ここに寝転がりながら、あのちょっとね暗くて見えないですけど、向こうに見えるあの時間帯によっては夕日とか海を見ながら整うことができるということになっております。寒いもう一回入ろうあー寒い寒い寒い、ちょっとここ貸してもらおうかな、よいしょ。あ、でお水がねあの準備してあるので、こんな感じでお水が準備してくれてあるので、これをちょっと、いただいて。サウナ持って入っても大丈夫ですよ。あ、オッケー、大丈夫よいしょ、はい、っていう感じでね、あの本当にあのかなりねおしゃれで、あのロケーションもねいい、あのサウナになってますのでね、ぜひねサウナ、あのグランピング、アウトドアご興味のある方はね、ぜひ一度体験してみていただきたいなという感じでございます。よいしょ、いやいいでしょこれね。
でも本当にあの自由にね、あのこういう浪流できるあのサウナスプーンとかあるし、あとさっきも言ってたウィスキングって言ってね、このこう白樺をこうまとめてこう束にしたもの、これを使ってあの肌をねこうパン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 って刺激してあげると、それがこう血行促進効果、あとその白樺とか、あとさっきオークって言ったかな、オークのその木の香りがふわーっと上がってきて、リラクゼーション効果が高まるということになっております。いやしかしいいわいいわ、手前味噌ながら自分のね働いてる会社の施設ながらすごくいいサウナですわ。さあ皆さんぜひお気軽にコメントお待ちしてます。今日はあのアウトドアサウナ配信中でございます。アウトドアサウナ配信中でございます。皆さんねよかったらぜひお気軽にコメントお待ちしてますよ。これ熱暴走するかな、熱暴走しそうな気がするな、やっぱりな。あ、すげえ。それインスタライブですか。はい、インスタライブです。島田さんはあれはやってないの、TikTok とか。あ、一応やってますよ、サウナアルト。全然できてないんですけど。え、サウナアルトで、はい、あれありアカウントあるんだ。はい、あります。それ知らんかったな。それそしたらフォローしとこう。はい。いやでも本当にいいサウナですよ。サウナ好きの方ぜひね、体験していただきたい。あ、はい。じゃあ今からリスキングをしてくださるそうです。どうしたらいいんですか。あ、寝転がっていただく。寝転がるといい。ここに寝転がればいいですか。はい、ここに枕で。じゃあちょっと熱くないですか、明日。あ、全然大丈夫です。っていうか、熱くても大丈夫。強い。さあ、今からリスキング。これ人にしてもらうの初めてやわ。セルフウィスキングしたことある。あるんですか、うん、すごい。あそこあるでしょ、ザ・サウナ。あ、そこ行ったことあるんですね。そう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 。